皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。えー、プチ音楽理論講座第7回目の動画でございまして、前回はダイアトニックコードとは何かという話をさせていただきました。まあ、話を聞くとね、なるほどなぁ、そういう仕組みだったのか、確かにそは便利だっていうふうに思っていただけたかと思いますが、いや、しかし、そもそもこれ曲のキーが何なのかがわかんなければ別に意味なくねみたいな感じで思った方も <laughs> すごく多いと思うんですよ。なんで、この第7回目の動画は、曲のキーの判別方法、 の話をさせていいただこうと思いますで、この曲のキーの判別方法はいっぱいあるんだけれども、まあ、今回はとりわけダイアトニックコードから 割り出す方法って感じですね。だから、エレキギターでこう、ペラぴラって弾いてる方よりかをどっちかっていうと、アコースティックギターとか、ピアノとかでこのコードをね、ジャカジャカって弾いて弾き語りをしている方の方が、もしかしたら有益だし、<laughs> なるほどなっていう風になっていただける内容なのかもしれませんが、まあ、かといってね、あのー、絶対に見てて損はないと思うので、とっても便利だよ。ぜひ覚えていただけたらすごく嬉しいなと思っているところでございます。よろしくお願いします。とりあえず、前回、 やったダイエットニックコード、こちら、皆様覚えていただけましたでしょうか、えー、これは本当に覚え芸なので、ぜひともマストで覚えていただけたら幸いでございます。で、何かモチーフがあるといいんですよね。なんかこの実例というか、皆さんが今弾いてる曲って何ですか皆様が今練習している曲、もしくはなんか18番としてるようなお気に入りの曲、何ですかそっと教えてください。皆さんが弾いてる曲何ですか教えてください。何でしょう <laughs> あ、なるほど。ああ、そういうね。なるほど。皆様。いやギザギザハートのこもり歌練習してるんですね。いいですね。あ、涙のリクエスト練習してる。いいですね。チェッカーズ。あ、皆さん。あ、ジュリアにハートブレイク。いいですね。星屑のステージ。あ、素晴らしいですね。皆さん。チェッカーズが大好き。あ、すごい。もうコメントたくさん見えますね。あ、チャットにたくさん。星屑のステージ。星屑のステージ。いいですね。皆様。星屑のステージ。いいんですよ。じゃあ、皆様のリクエストをご要望にお答えして、えー、チェッカーズの涙のリクエストをちょっくら見てみましょうか。 涙のリクエスト。涙のリクエストは、えー、コード進行は最後のコインに祈りを込めて、みんなに DJ、ダイヤル回す、あの子に伝えて、まだ好きだよと、という感じのコード進行でございます。で、ここでポイントになってくるのは、えー、セブンス、省いてください。そのマイナーセブンスとか E セブンスとかあっても、これ、セブンスを省いてください。で、なんかこうね、Q とか、なんかアドナインとか、なんかそういうのが付いたとしても、気にしてください。 もう気にするのはこの調合、シャープとかフラットとマイナーがつくかつかないか、この二つ。これをだけ判別していけばいいです。で、実際にこのね、えー、今コード進行を見てみました。ここからどういうふうに考えていくのかと言いますと、このダイアトニックコード一覧とね、見比べるとですね、もう全然答えは一目瞭然なんですよ。まずこの E ってものが出てきた時点で、もう三つぐらい、四つぐらいかな。 キーが絞られるんですよね。パッと見てみてどうでしょうキー、E が存在する、ああ、E が存在するキーってまずこれですよね。で、これは E はもうホニャララってついちゃうから、これじゃない。で、これでもない。あ、もう2択だ。この中で言ったら。キーが E か A のどっちかなんですよ。なるほどね、と。じゃあ、その次 C シャープマイナー。これに関してはね、えー、E にも A にも、もう両方ともあるから、これちょっと、ね、あのわかんない。まだわかんない。けども、F シャープマイナー、これはどうだろう 探してみましょうか。F シャープマイナー。あ、キー E もありますね。A に関しても。あ、F シャープあるな。なるほどね。じゃあ、ここまではまだわかんないですね。で、最後 B。これはどうだろう。B。キー E の時には。あ、ありましたね。ありました、ありました。で、A の時には、あ、B マイナー使わなきゃいけないから A じゃないですね。ってなると、消去法でキー E だということが判別しました。わー、うん。こんな感じの。 で、ございますで皆様が、ね、今そのリクエストしてくださった星屑のステージをちょっと見てみましょうか。じゃーん、胸に頬をうずめ、泣いていたね、あの日っていう感じのコード進行なんですけれども、まず A マイナーが出た時点で結構限られますよね。まずこれはありえる。これはありえる。ありえる。で、これはもうありえない。A はマイナーつかないといけない。これもない。で、これはありえる。で、これはありえる。 で、キー A はありえない。だから A マイナが出た時点でもう C か F か G のどれかって感じですよね。で、D マイナー出てきました。D マイナーどうだろう。あ、キー C はありえますね。で、F に関してはありえますね。で、G に関しては、あ、D はマイナーつかないから G ないですね。消去法でこうなりました。では、その次 G に関してはどうでしょう。キー G。C に関しては、いました。 F に関しては、あ、いません。G マイナーついちゃってますね。じゃあこれ F じゃないですね。っていう時点で、この3つのコードが出た時点で、キー C と判別することができるっていう、そんな感じの、えー、ノリなわけでございます。 そう考えるとすごいシンプルです,すごい簡単じゃないめちゃくちゃなるほどなーって思ってさ。あ、そしたらもうじゃあ全部もうほとんど私が持ってる曲、もうほとんどその大体の一個割りやすいんじゃんっていうふうに思ったかと思うんですよ。そうなんですよ。めっちゃシンプルなんですよ。こんな簡単な話なんですよ。めっちゃ楽ちんじゃないですか。で、もっと言えばもっと言えば、 えー、なんかある曲を弾いてました。なんかジャガジャガジャガと。例えば、その、僕、そういうスピッツの空も飛べるはず、よく出てくるんですけども。空も飛べるはず、ほにゃららほにゃらーん、え、B メロ。ほにゃららほにゃらーん、輝くすべを求めて、って行くわけなんですけども。このね、B メロのところ、えっ、ー、と、d マイナーと e マイナーってという言葉が出てくるんですけども、もうね、実はね、この e マイナーと d マイナーこの2つが出た時点でもうね、キーってほぼ確定してるんですよ。なんでかっていうと、 その、アルファベット順その DE というアルファベットが並んでいるときに、両方ともマイナーがつくとこってさ、2と3しかないじゃないですか。6と7は両方とマイナーついてるじゃついてるんだけども、7に関してはマイナーの後にそのフラット5つけなきゃいけないからね、ちょっと違うんですよ。なんでこの d マイナーと e マイナーというコードが2つ並んだ時点でもうほぼほぼ C 確定なんです。 で、同じように、例えば皆さんの曲をバーッと弾いてました。で、何の曲でもいいんですけども、b シ c s h a r p m っていう風なコードが出てきたとします。もうこれで確定ですよ。なんだかわかりますこれじゃないですか。ここしかないんですよ。こいつしかいないんですよ、もう。こんな感じでコードが、えー、なんか何のコードを弾いてるのかな、どこに当てはまるのかなって感じで見ていくと、まあね、最速2個。最速2個。で、判別をすることができます。 他にも例えば、ちょっと問題です。皆さんが曲を弾いていたら、コード進行こう出てきました。FG。これで解決します。わかります他にも。じゃあ皆さんの曲を弾いてました。曲を弾いてて、途中のコード進行に B フラット C と出てきました。これもう、一発ですよね。そうなんです。2、3。 とか4。5とかでマイナーが連続したり、メジャーが連続したりだ出てきた時点で、これも、ね、コード2つで判別できるんです。キーが。で、さっきその星屑のステージとからね。あの何みたリクエストとかやりましたけども、まあね。だいもうね。3個か4個ぐらいで、もう木確定できるんです。あ、もうこの曲この曲キー。これだって感じでで、ちょっとややこしい曲とかです、ね、少しフックが効いた曲だと。 あのもうちょっと進まないとキーが判別できなかったりとかするんですけども、両方ともこのコード存在するんだよなっていうキーが、ね、あの存在するので、そういう時はちょっと時間かかっちゃったりとかするんですけども、基本的にこんな感じでね、そのセブンスとか全部すっ飛ばして、えー、見比べていけば必ず消去法でキーが割り出せるというような、えー、内容になっております。で、一応ね、今回その12個キーがある中のこれ6個のキー。 をやっているので、まあ、全てが全てってわけじゃないんですけどね。この C と D の合間には D フラットっていうキーがあるし、ここにも E フラットっていうキーがあります。で、ここにも G フラットっていうキーがあるし、A フラットっていうキーがあって、で、ここにも B っていうキーがある。あと B フラットのキーもある。こんな感じ。1、2、3、4、5、6。6個の <laughs> キーがあるので、えー、ちょっとこれがですね、えー、少しこの話が別なところではあるんですが、まあね、普通にこのアコースティックギターとかでジャカジャカって弾いてると、だいたいカポを使ったりとかして、このナチュラルキーのどれかに属すると思うんですよ。こんな感じの判別方法をとっていただくと、えー、皆さんが今弾いている曲、練習している曲のキーが何だかわかるかなと思うんですけども、いかがでしょうか まあ、うまくいくときもあればうまくいかないときもあるかと思うんですけども、まあ基本的にこんな感じでございます。ぜひ皆様が今まで練習してきた曲の楽譜とか、え、U フレットとかでも全然構わないです。え、引っ張り出してきて、え、そのコードを見ながら、この曲ってキー何のかな何かなって感じで、え、判別していただけたらすごく嬉しく思います。そうするとね、結構ね、あ、わかったわかったわかった。あ、おもろおもろおもろあ、これキー、G&K、おもーおもろ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 みたいな感じになれるかと思います。よろしくお願いします。 でもね、唯一一つだけ、最後にちょっと紹介させていただきたいんですが、言葉で言うと、ノンダイアトニック。この一覧、ダイアトニックコードじゃないですか。 で、このダイアトニックコードの中だけで、その曲って作られるかっていうと、まあそういう曲もあるんだけども、J-POP とかって結構コードが多彩だから、なかなかそういう限りでもなくて、たまにね、ちょっとこの中に入らないコードとか出てくるんですよ。例えばさっき何度も何度も言ってた、そのスピッツの空も飛べるはずって、えー、A メロ、幼い微熱を投げられない今まま、神様の影を、神あれなんだっけ、ね 下げられないまま、神様の影を押す D7 ってものが出てくるんですよね、D7。で、D7、ちょっとセブンスをすっ飛ばして D だとしますよね。で、これ、キー C のはざんだけども、D マイナーが D になっちゃってるんですよ。で、これは、間違いとかではなく、えー、ノンダイトニック。 つまりこのダイアトニックのコードからちょっと外れるコード使いをすることで曲にスパイスを与えているっていうような使い方なんですけどもたまにちょっとねこういうのが出てくるっていうのがややこしいところでございますけどねあのダイアトニックに比べてダイアトニックの方が全然登場頻度が多いのでちょっと皆様の楽譜をねバーッと見ながらアナライズをしていけば これなんかたまになんか当てはまんないけど、これもしかして竹谷さんが言ってたノンダイアトニックってやつじゃねえかな。だからこの D をノンダイアトニックとみなしてちょっと除外すると、他は全部キー C で通じつまうるから、これ多分キーが C で D がこれノンダイアトニックじゃねえかなみたいな感じの見方ができると思うんですよね。そんな感じで、必ずしも当てはまるわけではないんで、一部例外があるよっていうことを、えー、頭の中に置いておいて探していただくと、えー、いろんなことが解決していくかなと思います。よろしくお願いします。そんな感じで、 今回はそのコードから見るキーの判別方法という話でございました。いかがでしょうかぜひともね、皆様が今まで練習して曲をバーッと首を引っぺかしてきて、で、片っ端からね、この曲のキーは何だろうかみたいなこと、やってみてほしいんですよ。たくさん繰り返していくと、どんどん判別が早くなってくるし、結果的に、ど,どんダイエットニックコードに一覧を覚えてしまえば、パッとコードを見るだけで、あ、これキー c だなとか、あ、これ A だなっていうふうに、ね、分かれるようになります。 ぜひそこまでやっていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。えー、以上でございます。今日も最後までお疲れ様でございました。もし今回の内容に関して皆様の方でわからないこと、気になること、ご質問等がありましたら、お気軽にパシパシとコメントの方に載せていただけたら嬉、えー、しく思います。よろしくお願いします。えー、そんな感じでございます。で、次回は <laughs>、このノンダイアトニック じゃねえやダイエトニックコードの理解をもうちょっと深めるためにトニックとかサブドミナントとかなんか名前聞いたことありますよねドミナントとかトニックとかサブドミナントトニックドミナントサブドミナントっていう考え方があるんですけどもちょっとこの辺の話をしていこうかなと思っております ダイアトニックコードを覚えた後にこのトニックドミアントサブドミアントこの概念を覚えるとより一層曲の理解度が深まるので、えー、ぜひここまで覚えていただけたら理解していただけたらもう少しお付き合いいただけるとすごく嬉しいなと思います曲の理解も深まるということは曲を耳コピするのも早くなるし曲を忘れなくなるという、えー、そんな感じのメリットがあります次回も頑張ってまいりましょう では、そんな感じで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましたよ。さあ、さよならグッバイ。じゃあね。<laughs>